たりっすね、あれね。ジョーさん当たった。当たった。これ多分当たりっすね。あ、なんかついてるけど、なんだこれ。あれ？何これ？破担保だ。破担保。破担保が食ってきた。どうですか、餌取られますか？取られます、ね、取られます、はい、あ、じゃあなんか3キロで取られるんで、してみようかな。メジナかもわからないですからね。わかんないですね、誰か。どうですか、こういうことは。じゃあ全然、破担保を1匹釣れたきりですね。油断したら入ってました。破担保かな。期待させるね、これ。ほら、本日2匹目の破担保。見てもあんなにガッツリ当たるんですよ。すごくないですか、パンパン。すごいな、ハタンポ今日。宮田さんは向こうですでに深瀬釣りを始めてるんですけどね。初ヒットがやはりハタンポでした。はい、では5時45分、深瀬釣りを始めたいと思います。今の仕掛けが、針がグレバリの5号、ハリス2号を1広半、誘導1広、浮きは水中浮きを使った仕掛けです。当たり浮きが B、 そして水中浮きが 2B、 そんな仕掛けですね。ちょっとこれで様子見たいと思います。風が今北東の風なんですけどね、かなり強めに吹いてるとは思うんですけど、あ、この場所は背中からの風になるんでほとんど気にならないですね。実はないですね。ちょっともう数頭してこの感じなら、ガイサトリの正体は分かんないですけどね。鼻を浅くしてみたいと思います。こうなんか海面に湧いてますね。なんですかこれ、海面に湧いてんの。全然見えないや。お、来た来た来た、これだ、サヨリだ。サヨリです。あれいっぱい湧いてんの、サヨリだ。サヨリ、もうサヨリが湧いてるの分かったんで仕掛け変えました。ですね、浮きを00号の浮きに変えて、ハリス1広半取ってあるんですけど、その中にもう浮きごと入れてですね、針から、浮きゴムですね、塩浮きゴムの間は今矢引きぐらいです。おそらくこれで多分サヨリはバッチリ釣れるような気がします。サヨリ狙ってていいのかちょっと分かんないですけど、まあ、あれが湧いてるんでどうにもならないと思うんでですね。すげえすげえ、すごいよ。ほら、かかった。ほら、かかった、かかった。ほら、かかったよ。あ、釣れた。釣れた、ほら、釣れてる、ほら、釣れてる、釣れてる、釣れてる。ほら、サヨリ。やばい、このサヨリはかわせないですね、これ。サヨリ釣って食うしかないですね。いたよ、本命がいました。一応、ね、このサイズでした。あ、ごめんなさい。あ、やっぱメジナはいるな。サイズは小さいけど、このサイズですね。お、ちょっとサイズアップしたかもね。え、
ちょっとサイズアップしましたよ。嬉しい、ほら。やば、もうダメだよ、これ持ってたら。こっちって。測ってないんで分かんないですけど、おそらく30センチあるなしぐらいだと思うんですよね。あのサイズが、ヤビキぐらいまで浮いてるなら、もうその穴を狙った方が良さそうですね。あまり深くしても餌が残りそうにないですから。さよいよね。来てくんな、これ。この日向って確かに雰囲気いいですよね。前がもう全部こう開けてるんでですね、ものすごく潮通しがいい、雰囲気もいいですよ。なんか足元からさらしが出てたりね、まあ釣れないとどうしようもないんですけどね。まあここに僕はあまり入ったことがないので実績がないんですけどね。サヨリだ、サヨリですね。ちょっとサイズ小さくなっちゃって、サヨリだ。ほんとかなり湧いてるよ、これ。スズミだ。はい、スズミ。すごい期待したわ。よし、当たった。あー、何これ。デラか。よし、入った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 。なんだこれは。
手のひらないぐらい。いつでしょう。どうしようかな。小さいなんだけど、なんでこのサイズなんだろう。危ない。ジョシさん来たよ。あ、メジナだ。ほら、サイズアップした。ようやく来ました。さっきのは間違いなく30センチあったんですけどね。このタイドプールに入れてたら、この広いところに移動してですね、その後どこかに隠れたまま出てこなくなりました。まあ、おそらく2匹ともどっかに隠れてるんでしょうけど、ちょっと取れそうにないですね。ちょっとメジナにも悪いことしたけど、とりあえずメジナの活性が良くなってきたような感じがするので、頑張って釣りましょう。まあ、メジナっぽいんだけどな、今の。あんまりないな。しかもなんか違うな。ああ、メジナはメジナだけど、本当の手のひらぐらいですね。さらしの中を釣ります。当たった。さらしさえるって、なかった。何個でも釣れる。サヨリだよな。あ、タイの絵ですね。ほら、サヨリっていうのが必ずこうやってタイの絵がいるんですよね、これね。タイの絵。もう一匹いるね。ほら、これです、タイの絵。ね。エイリアンみたい。休憩します。サヨリには勝てません。僕が寝てる間にですね、ニャンタさん釣ってました。あ、本当に、うわ、いっぱいいたね。あ、これじゃねえよ。あ、だけど美味しそうですね。あ、これ長くれ。あ、そんな急に釣ってたんですね。僕が夢見てる間にメジナ釣り始めましたね。ちょっと寝てる場合じゃなかったんじゃないの。ちょっと頑張って釣ります。あれ、卵がない。あった。よっしゃ。よし、30あるよ。ね、ありますね、これね。32センチですね。ほら、32センチでした。まだいたか。しっかり言いました。
持って帰ろう。ほら、また耐えの絵ついてる。これもう必ずついてるんですよね。ジュース、さっきここで当たったんですか？全部ここ、やっぱこういるね。ここだとサヨリの猛攻を受けることがないですからね。そう、やっぱり沖の方とかやってもね、結局サヨリにやられますよね。地合いが来たのとはサヨリの地合いでしょ。ほら、もうすぐサヨリ。奇跡的にメジナが釣れたぐらいです。もう2人とももうすぐコマセ終わりそうでしょ、はい、ね、もう終わります。もう僕ももうすぐ終わりですね。もうあと数頭だけ、それでコマセも終わりなので、残ってきた、まるまる残ってますね。アイゴっぽいな。お、メジナだ。やった。足裏ぐらい許します。これで今キープしたのはこれとあともう1枚だけです。ああ、また行っちゃいますよ。大丈夫、ちゃんと今度はね、糸ついてますから。上出来ですよね、こんだけ釣れればね。楽しかったですよね。一時どうなるかと思いましたよね。いやー、まあそうですね、不安でしたけど。本当、良かった良かった。
情を信じてます。よかったです、もうそう言っていただけると。終わりました。お疲れした。お疲れ様です。いやー、このまさかこのタイドプールが繋がってるとは出てこないですね。